こんにちは、グラスホッパーの須田です。今回ギルド01で発表した、解放少女というゲーム、日野さんとですね、新しいアイデアで斬新なゲームを作りましょうということで始めたんですけども、実は本気度100%で、3D シューティングを作りました。ヒロインである大空翔子がロボットに乗って日本を助けるという、しかも日本は100年後の日本ですね。占領されてしまった日本を、大統領である大空翔子がいろんな場所に行って日本を解放していくというゲームになります。ぜひ皆さん期待してください。かなり面白いゲームになってます。未来、この美しい島を守護していた神々は捕らえられ、この国は崩壊した。お嬢様、出馬要請です。新日本大統領、大空翔子、出馬します。どうも、アメリカザリガニの平井でございます。今回ですね、レンタル武器屋でおませというね、タイトルでゲームを、作らせてもらってるんですけども、内容は武器をレンタルするというゲームでございまして、貸したもんは返してって思いますよね。愛情あるわけですよ、武器屋が必死で作った武器をね。それはまあ道具として使ってもらいたいんです。できればそれは自分の元に返してもらいたい。だって僕が作った武器だもの。もちろんお客さんも帰ってきてくださいよ。それが一番平和ですからね。でもやっぱり大事な武器返してね。壊れても大丈夫。ただ、なくさないでねっていうゲームなんですけども。いろんなキャラクターも出てきてね、そのドラマもあるんです。それやったら貸そう、それやったら貸さんとこみたいなのもありますけども。まずは、やっていただきたい。やってもらうことによって、いろいろわかると思うんで、ぜひ、その辺、お願いします。頼むで。ビッグサイトにお集まりの皆さん、こんにちは。斉藤豊です。今回僕がレベル5さんのギルド01用に提供するゲームのタイトル名はエアポーターと言います。このゲームのにかける僕の意気込みを一言で言うと、いかに時間をかけないで作るかでした。ハマれるゲームを一本作れって結構難しいチャレンジなんですよね。やってる方々もあまりなんかこう悩まずにできるゲームっていうのを作りたかったんですね。軽い気持ちでやってハマってほしいなと。でもハマると思います。ぜひ楽しみにしててください。レベル5のゲームディレクター松野康美です。今回、クリムゾンシュラウドという、ゲームを作っています。 RPG の原点、テーブルトーク RPG 風のアドベンチャーゲームを、作っています。テーブルトークといいますと、ゲームマスターが、物語を語り、プレイヤーの皆さんはその提示される選択肢を選び、時にはこうサイコロで、敵を倒す、そういったゲームなんですけども、これを 3DS というハードでシンプルにコンパクトにまとめてみました。
現在スタッフ一同頑張って作っています。皆さんご期待ください。クリムゾンシュラウド、今サイは投げられた。